織田の奴らが攻め寄せてきたが、裏で引っかき回してたのが全部バレちまったようだな。敵は相当な数の兵を引き連れてやがる。本気で俺たちを潰す気なんだろう。面白い。忍びの戦ってのは収穫適せずとはならねえのさ。それに頼もしい味方もいる。あまり私に期待されても困りますが、織田の連中は久秀が爆死したものと思ってる。戦場にあんたが現れたら腰を抜かすだろうぜ。恨み晴らさでおくべきかとでも言いながら出陣した方がよろしいか。そいつは妙案だ。化けて出たとなりゃ織田の連中伊賀から逃げ出すかもしれねえぞ。さてのんびりしてるとこの城まで囲まれちまう。そろそろ追っ始めるとするか。